は、民泊について、はい、どう思われますか。ああ、はい、民泊、そうです、まあ流行ってきてますし可能性も非常にあるっていうことで、私の周りでもやってる人も出てきましてね、はい、まあいいんじゃないかなとは思うんですけども、はいはい、やっぱり注意点があると思うんですね、はい、はい、やっぱりなんていうかな、不動産投資、まあ私もね10もう2年やってきてますけども、あのアパートなんですね、まあ、やっぱりいわゆる普通のアパートですよ。でもこの普通ってのは良くてですね、やっぱ安定してるんですよね、はい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 、うん、で安定っていうのは別に入居付けの安定だけじゃなくて、いわゆる法律的な面、制度っていうか、はい、もうそんなに変わらないです。もう昔からある長いものですから、うんうん、はい、アパートとか入居付けに関するあの制度というか法律というか、はい、もう変わらないですね、はい、これに対して民泊ってまだ出始めてますから、はいはい、あのコロコロ変わるんですよ。あ、はい、なるほど。でこれがあのしかもそれが国の法律だけじゃなくて、うん、その地域の条例も関わってきますから。そうなんですね。そうですから、それによってちょっと経営形態っていうか経営状況が変わるっていうのがマイナスポイントかなと。なるほど、なるほど。はい、例えばそう去年かな、あのちゃんと届け出制、あと必要な設備、はい、こういうのつけなきゃいけないですよとかっていろいろ起きてですね、結構撤退した人増えたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。うん、ですからね、やっぱりある程度資本投下して撤退ってのは痛いじゃないですか、当然。ですからこれはやっぱりあのリスクですよね。はい、うん、であとはそう、まあ、その制度の一つ、まあ、法律の一つかな、年間180日しかやっちゃいけないとかですね。そうなんですね。うん、で例えばこれが170日になったらどうするのとかね、はいはいはい、やっぱりそういった流動性が怖いですよね。あ、常に、まあ、最新の情報を、ね、はい、こう得れるような環境になってないと、うん、というか余裕ないとダメでしょうね。つまりあのこれから副収入のために、うんうんうん、不動産投資関係っていう方が最初の一つ目二つ目に民泊はやっぱり危ないと思います。あ、最初やっぱりアパートをそういうのやって規模大きくなっていく途中にこういうのをやって見ようかな、ポートフォリオの一環としてね、うん、という位置づけが私はいいと思いますね。でいい面もあるんです、民泊は。なるほど、うん、あの利益率も高いんですね、ちゃんと入居するとですね、利益率高いです、はい、実は、はい、まあ、それが最大の魅力でしょうね。なるほど、うん、ですからもし利益が下がっても他のアパートで吸収できるような人、ある程度規模がいってる人が、まあ、ちょっとうまくいけばさらに利益取れるっていう、なんか そんな位置づけだと思います、私は。なるほど、はい。ちょっとすみません、あのすごい初心者の質問したんですけど、ああいい、民泊ってそもそもその定義付けっていう部分が、結構僕曖昧で、はい、その辺ちょっと詳しく教えてください。ああ、なるほど。まあ、端的に言うと1泊とか2泊、うんうん、それで旅行者向けの、まあ、ホテルとか旅館みたいなもんですよ。なるほど、なるほど。はい、それは登録するわけですよね。そうですね、その場所を、旅館業とはまた別の、まあ、旅館とアパートの中間みたいな感じ。なるほど。ですから参入はしやすいですね。あ、一軒家でもいいし、別にあのマンションとか一部屋でもいいですし、はいはい、うん、手軽さはあるので参入はしやすいですね。なるほど、うん、でもアパートっていうのはね、もう長期契約じゃないですか、はいはいはい、基本的に契約は2年で、まあ、途中で退去することもできますけど、ですから長いですし、はい、でもやっぱ単価、例えばそうですね、1ヶ月に5万円のアパートを例えば民泊出せば一部屋1泊9000円とかはね、取れちゃったりすることもあるので、あの別に毎日毎日じゃなくたって、あの月に10万とか10何万いくんですよ。これが魅力ですね。利益率の高さっていうところですよね。はい、そうです。はい、そうです。はい、まあ、人気のところだったらある意味そこはありかもしれない、そうです、そうです。私も持ってる物件で札幌の結構、はい、立地が良くて観光客とかが見込める、アパートのところをですね、はい、民泊どうですかって実は言われてるんですよ。あ、はい、で私はいろいろ考えて今やってないですね。あ、やってないんですね、うん、これはこれで普通にアパートでやっていけるし、うんうんうん、民泊にするためにはね、何十万だったかな、百数十万かけていろんなあの設備をつけないといけないんですよ。なるほど、うん、非常用のルートとか、はい、非常灯とかね、アパートには必要ないんだけど民泊するために必要な設備ってあるんですよ、消防法に基づいてとか。うーん、だからそこまでやるかって話です、私は。私の場合はね。なるほど、はい、まあ、でも一長一短
そうですね、一長一短、うん、ですから一長一短、メリットデメリットをちゃんと把握をして、あと自分の経営の中のポートフォリオを考えてやるべきだと思いますね、はい、あ、例えばと私の知人がそう沖縄に、はいはいはい、うん、あれは何だろう、民泊をやったんですけども、やっぱり法律の関係もあってもう撤退しましたね。あ、へえ、はいはい、でいい話だけじゃないので。なるほどなるほど、はいはい、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。私のラインアットでは YouTube では配信していない不動産投資ノウハウについてお伝えしています。また不動産投資極秘ノウハウの動画13本と SEO アドバイス、これらの2大特典を無料でプレゼントしています。詳しくは動画説明欄をご覧ください。